はい、ですね、まずリレーね、なんかザラザラしてるんで、ね、一回拭きます。まあこんだけだよね、中身はね。うん、ああ接点が汚いのかな。うん、ちょっとね、接点がね真っ黒ですね。これか、見えますか。真っ黒なの分かりますよね、ここ、うん、それだけかな、うん、こっちは平気なんだけど、こっちの不可容量大きいのかな、もしかしたらね、うん、コンデンサーの容量はね抜けてないと思うけど、優秀なんで容量抜けとか絶対ないと思うんですが、すごい熱にね、さらされたりすると、容量抜けたりしますが、この時代もすごくいいので多分大丈夫だと思うんで、一応でも見てみましょう。はい、677マイクロありますね。はい、680マイクロなんで、まあ実装してる状態なんでね、正確ではないですが、まあ規定値があると思います。はい、接触が悪いですね。はい、693、ちゃんとね、容量あると思います。保護剤をね塗っていきましょう。40かわいいからね、ケイグをね塗ってあげましょう。まあこういうクレとかね、こういうクレとかね、こういうのとか、こういうのとかねあるんですが、まあね他の666とかでもいいんですがね、はい、あと226っていうのがあったかな、これこういうのもあるんですよ。はい、まあだからまあ接点復活剤でも私はねいろいろ使い分けてる感じですね。はい、で今回はケイグ、これをねかけていきたいと思います。
けていき、かけるんじゃないね。塗ります。綿棒につけて塗ります。いいですね。あとせっかくなんで、ね、ここも磨いとくといいです。まあこんなもんかな。はい、結構ねカメラって難しいね。位置が結構綺麗になったと思います。真っ黒だったのはここの端子ですね。はい、ちょうどこの端子ですが、まあ綺麗になりました。まあ当然なんですがね。はい、長年頑張ってるコンデンサもまだまだ健在です。はい、もうね、最近のコンデンサなんてね、どんぐらい耐久性あるかわかんないですけどね。昔のね、本当に優秀ですよ。昔の部品は本当に素晴らしい。はい、ではね、組み付けていきます。よいしょ。よいしょ。はい、完成です。これからね、車両に戻してね、チェックしたいと思います。そんな感じです。